だと2人で65ヤードなんで、多分ちょうどいいんじゃないかな。短かった。これはね、上げの計算を、上げというか登ってる計算をね、ちょっと入れてませんでしたね。バンカー練習になっちゃった。はい、2打目は乗りました。よいしょ。ねえ、多分2打目はしっかりと乗ってくれてると思うけどね。えちょっとちっちゃいこうグリーン周りでバンカーを飛ばしちゃいけないっていうのがね、難しいですね。あれ、2発ともバンカー入ってる。あら、最悪です。これは最悪です。足りなかったんだ。最悪ですね。はい、15ヤード。あー、やってます、やってますね。これとりあえず2打 で、ね、でこっちが多分2回目ですね。よし、こっち一発で出てちゃんと乗せられました。よいしょ、ね、最悪ですね。なんで当たったのかな。でもね、2回目のバンカーショットはうまくいきましたね。まあバンカーね、まつらなくなっただけでもだいぶ進歩かなという感じですね。いやー、これ5歩上り、はい、あー、まっすぐ抜けた。2打目が、2回目に打ったやつがボギー、1回目のやつがダボになっちゃいました。ダボっちゃダメだね。よし、はい、次行くぞ。いや、なんとかね、ワンオペで、一周、まあ9ホールしかないので回れるかなと。次のとこがね、ちょっとね、上りのきつい、120ヤードぐらいだったかな。上り入れたらどうかな、100そこそこある
ですよね、確か。でね、ここいいのはね、あの左の奥にねもう一個グリーンがあって、まあ混んでない時だったらね、もうそこでひたすら寄せだけ練習することもねできるんで、そうですね。いやこれあれだいぶ前に出したね、なんかもっと前はねあれだったね、そうするとね8番じゃ大きすぎるし、どうしたもんかな。8番でちょっと刻み、8番でちょっと刻んで、8番で、ちょっと押さえて8番で打ってみます。当たんなかった。どこまでが映ってるか分かんないけど、ちょっと当たんなかったですね。まあでもあの軽めに打って手前にありますから、まあまあいいでしょうね。まあ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 っていうね、まあまあしか言ってねえだろうっていうね。いやでもここはね心臓破りな坂ですね、これね。1球目はねちょっと左目に打っちゃったけど、いやいや、2球目はねいいとこにね多分カラーにありますね。いやいや心臓破りですよ。デブにはきつい。はい、こっちが1球目。ちょっとね傾斜が強いんでね上から取ります。よいしょ。
ちょっとね遠い方が1球目ですけど、ちょっと2球目のねもう3-4になっちゃった方、はい、OK、よし次がこれ、はい、いやー打ててない。でもねこっちは入れればパー、はいパー、ダブとボギーね、間違えました。ああこれねワンオペのね弊害があるね。これショートはちょっとねこのまあ言ったらね、あれだね、あのマークさんすごいね、ワンオペでねでっかい機材持ってね、まああの赤羽をね回ってたりとか五島列島のとこ行ったりとかスコットランド行ったりとかしてらっしゃる。で僕がねいいなと思うのはねこの末広がここね、多分ここで寄せばっか練習したらね本当にこの2グリーン奥にあるんで本当いいと思うんですよね。まあちょっと試しにねやるなっていう風に言われてないからやっちゃうね。ああいいよね、結構いいグリーンで、見てもらいたい、見てもらいたいね。ちょっとねノーカットできました。あーこれも比較的いいね、ちょっと奥へ、ちょっと奥、 OK ですね。はい、どんくらいに寄ったかね。これ今ね撮ったのが映ってるかどうかわかんないけど、いやいいね、ね3回打ってこんだけ寄ってりゃいいよね。ねこうやってうん、苦しいね。いやここはちょっと沈んでるね、そこだと。こんなもん。ああ早い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 。ダメだこれ。早い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 。まあねこうやって練習できるね。一人で来てね練習をして、もちろんねあの後ろからね来てるかどうかのね確認をしながらねやっていただくという形なんでしょうけど、あのすごくねあのもうショートゲームのね練習に
もうこんだけねグリーンも逆にちっちゃいんで、難しいですよね。